はい、皆さん、日本語で物が折れた時の音、考えましたか？いらないお箸や古い割り箸はありませんか？さあ、持ってみてください。せーの、パキッ。そうですね。パキッっていう音ですね。はい、よく覚えておいてくださいね。皆さん、東大前の YouTube チャンネルも登録してくださいね。